こんにちは。STM32 開発エコシステムによる開発実習についてお話ししたいと思います。この実習を通して STM32 の開発実習の流れをぜひ体験しご活用ください。それでは始めましょう。本実習の目的は STM32 高機能マイコンを今まで使用したことのないソフトウェアエンジニア向けに STM32 高機能マイコンを実際に使用していただき、理解を深めていただくことです。STM32 評価ボードを用いて、このマイコンが持っている特別な機能をそれぞれ動作させます。本実習では、STM32 評価ボードを用いたソフトウェア実装体験を通し、関連ツールの使い方、ライブラリの使用方法、各種機能等を学びます。 次に、使用記載等の説明をいたします。大きく2つ、ハードウェアとソフトウェアになります。ハードウェアについてですが、今回使用する評価ボードは、STM32H755ZI を搭載したものとなります。STM32H755ZI の詳細は、弊社マイコン情報サイト、s t m c u j p からご覧になれます。 ソフトウェアについてですが、まず一つ目は、弊社独自の初期者コード生成ツールであります ST、STM32CubeMX。次に ST、STM32CubeMX と合わせて使用する STM32H7 シリーズのファームウェアパッケージであります ST、STM32CubeH7 パッケージです。CubeMX で生成されたコードを 編集、ビルド、デバッグには IAR 社製統合開発環境の EWAM を使用します。EWAM は IAR 社ェープページより評価版の入手が可能です。最後に UART の動作確認時に実習で使用するターミナルソフトの t e タ a t m です。開発実習は3つのパートに分かれており、 実習1、デュアルコア独立デルチカ、実習2、M7 と M4 のハンドシェイクデルチカ、実習3、M7、UART からの2倍ントリュクを MDMA でスワップです。流れとしては、STM3 に CubeMX を使って初期化コードを生成し、次に EWAM 上で生成されたプロジェクトファイルを開き、必要なコードをソースコードに追記。 ビルド、実機にデバッグと動作確認となります。注意事項として、まず一つ目に、STM32CubeMX で生成したプロジェクトは最適化が高設定になっていますので、最適化により意図した動作にならない場合があります。デバッグ時にはご注意ください。次に、STM32CubeMX では規則に従ったソースコードへの寄贈を行った場合のみ、 追記したユーザーコードは初期化コード再生成時に保護されます。規則を守らないで開発を進めた場合、ピンの追加等で初期化コードの再生成を q b m x で行った際に追加したユーザーコードが消滅してしまう恐れがあります。実習で使用するヌークレオボードの接続について説明します。本ボードには、デバッカである、 STLINKV3 が搭載されています。USB ケーブル A、マイクロ B を使用して PC と STLINK を接続します。USB ケーブルは本体に付属していません。別途、購入してください。PC と接続すると STLINKV3 の USB 付近にあります LED、LD4 が赤く点灯します。引き続き実習をお楽しみください。 ありがとうございました。